もういい。有罪だ。なぜこの国にゴッドスコーピオンのシュゴッドソウルがあったのか。とか。誰から聞いた。俺が隠して言い伝えを残したからさ。氷の寝床で眠っている。洒落た言い回しだろ。モルフォーニャ、雷起こしの手配を。住んでまーす。ご愁傷様でーす。ね。ワクワクしてきたかい？ギラドのさらった男ですが、何やら三大守護神に詳しい様子。壁画の言い伝えも自分だと。連れてきてくれ。何か気になるか？いえ、少々意外でした。妄想を喋ってるだけかもしれない男に、なぜそれほど興味があるのか。疑り深いな、君は。妹の素直さを少し見習え。スズメは元気にしておりますか？もちろんだ。だが、君の態度次第ではどうなるか。心得ております。バサッバサッバサッ。コソパ特製超高性能嘘発見機朝っぱらからうるせえよ。わっす完璧っす。動作チェックしとくか。タコメンチ、つけろ。いいのか？クシャン、ウィーン。お前、本当は悪じゃねえだろ。違う！俺様は邪悪の王ギラ！ドカーン！うわー！よし、問題ねえ。これからお前に質問する。嘘をついたらこうなる。拷問器具じゃないかな。嘘つかなきゃいいんだよ。名前は、ジェラミー・ブラシエリ。年齢は、だいたい2000歳かな。壊れてる。塩辛！おう！ごめんなさいね。ガシャーン！山くんのバカー！ドーン！え？塩辛様！息してねえ！脈もない！問題ねえ。ってことは事実か。機械にも間違いはある。ねえ、コソパ舐めんな。とにかく、こいつが言ってることが正しいと仮定しないと話が進まねえだろう。頑固なところは銀ちゃん譲りかな。知り合いか。俺がパソコンを教わったジジイだ。その銀ちゃんに教えたのは俺だよ。キングオージャーを動かせたのも俺のおかげ。ああ、んなわけ。君は聡明だね。最初に解析できたシュゴッドは何だと思う？ゴッド雲か。俺は人間にキングオージャー復活のヒントを、バグナラクには三大守護神のヒントを残したのさ。なぜバグナラクにも手がかりを残した？そこに真意はない。大切なのは、なぜ俺がそんなことをやったのかだ。周りくで！いいから吐けってこの！ほーん。失礼します。誰だ？タコメン執事に決まってんだろうが！
ピ。何かあったか？ああ！おえ？塩辛様！塩辛様！ご苦労様。これはこれは、お嬢様。女王と呼びなさい。おお、怖い。ピシッ、ドーン。どうしてバレてるの？美しさが、あだとなったようです。はぁ、あ。やっちゃいけねえわがままだろ、お姫様。私はスコピのソウルを返してほしいだけ。それかい？姫野様！後ろ。先ほどのお詫びです、お嬢様。おっと、失礼。いけすかない？あなた、何がしたいの？お前の正体は、怪奇、雲男。おっと。最新話まで全話見るなら、再現戦隊ブンドドジャー。それもだが、東映特撮ファンクラブ、テラサで。今日の放送をもう一度見るなら、再現戦隊ブンドドジャーで。あと、アメバ、ティーバで。あ、見ていただきたい！毎週再現作るの頑張ってるから、こっちも見てね！